また歴史の歪みが発生しようとしています。おそらく今回の歴史の改変もドミグラのワームホールが原因よ。だとしたら放っておくわけにはいきませんね。今度の歴史では宇宙から来た人工生命体ベビーが相手です。ベビーは父さんやゴハンさんをはじめ多くの戦士を洗脳してしまった強敵です。誰が敵として現れるか分かりません。くれぐれも注意してください。生まれ変わったんだよ。スフル人としてね。スフル人、まさかベビーに操られてるの？目障りなサイヤ人よ。こっち消えてしまえ。お、俺が相手なのか。参ったな。それはそれで相手だ。サンちゃんを守り通してください。 あなた何者？俺の邪魔をする奴がまだ残っていたのか。こいつがベビーです。サイヤ人共に滅ぼされた俺の母性も復活した。俺から他の星の生物にどんどん寄生していって全宇宙を支配してやる。決戦も決戦、超最終決戦と行こうぜ。今度こそ本当にお前を殺して終わりにしてやる。
たちツフル人はサイヤ人に滅ぼされたんだ。だからって地球のみんなを巻き込むことねえだろう。地球、うん、そんな連中どうなろうとしたことか。随分自分勝手な野郎だな。Oh shit! Wasn't paying attention. Excuse me. Huzzah! Uh-oh, there goes another wormhole. Nanda? Mazui, wormhole desu. Ittan modotte kite kudasai.ワームホールの行方を追いましょう。ちょっと待ってくれ。タウンを守ってくれてありがとな。また会えるような気もするけど。じゃあな。お帰りなさい。お疲れ様でした。ベビーを追い詰めたところでワームホールとはまた厄介なことになりそうです。次の巻物はまた俺が調べておきます。ええ、そろそろ慣れてきましたよ。人ってこうして成長していくんですね。巻物見つけておきましたよ。ベビー、あいつは危険です。くれぐれも気をつけてください。そうね、トランクスまで操るような恐ろしい敵だものね。ええ、まあトランクスはドミグラにも操られてたけど。ドミグラの時は確かに俺でしたけど、この俺は俺じゃない、別の俺で。俺じゃない別の俺って、それ結局俺ってことじゃないの？それはそうかもしれませんけど、もう俺のことはどうでもいいじゃないですか。はい、この巻物に異変が起きていました。すぐに向かってください。トランクス、今ごまかしたでしょう。この歴史では地球と地獄がつながっている大変なことです。
なんだお前。お前も他の奴らみたいにキャーッとか叫びながら逃げない。やるって。なら俺たちが相手してやるぜ。別の俺っていうのはですね、昔俺が会社をすると時間移動してしまったことで歴史が増えてしまったことがあるんですけど、その俺が増やしてしまった歴史の俺がそっちでベビーに操られたトランクス、今こうしてあなたに話しかけている俺はそっちの世界にタイムマシンで移動した頃のトランクスなんですよ。だから確かにそっちの俺も俺なんですけど、でも俺ではなくて、今は子供もいいですよね。帰ってもこんな感じなのか。こんなことなら、おとなしくうまいもんでも食いに行ってればよかったな。お前なかなかやるじゃないか。リクーム、バータ、ジース、グルダ、ナ、ナッパ、ナ、ソ、ナ、テ、ネオギニュー特戦隊。こんな
なのおかしいですよ。意味がないのに人間特選隊だなんて。驚いているようだな、かわいいやつめ。我々はネオギニュー特戦隊。全宇宙の精鋭を集めたエリート中のエリート部隊だ。俺たちはナメック星でやられた俺たちの仇を討つために地獄からはるばるやってきたのだ。おい、お前ルシータはどこにいる。ついでにあの変な頭のサイヤ人の居場所も教えやがれ。邪魔をするなら準備運動が。やられちまったのか。ロストスペシャルファイティングポーズの考え直しだ。隊長いねえと結構大変なんだぞ。お前らごとき父さんが相手するまでもない。俺が片付けてやる。お、見直したぞ。そっちの俺、さっきのミスを挽回しろ。ベジータの息子か。てめえも地獄行きだ。そうはいくか。お前こそ地獄に送り返してやる。ギニューと戦隊の青いハリケーン、バータ様の実力はこんなもんじゃないぞ。バータのスピードには要注意です。見失わないようにしてください。くそー、ベジータに目にも見せるまでくたばってたまるか。相変わらず数のやつだ。一気に決めないと危険ですよ。くそ、トレーニング不足がたたったな。しっかりするな、こっちの俺。お前はもっと頑張れろ。うわー、そっちの俺。ふん、地獄から始まるってんで、そんなのは。こいつのせいです。僕は地獄が繋がったのは、こいつは地獄で作られた地上人間17号です。こいつが地上の17号と共鳴することで地獄の穴が開かれたんです。歴史通り、この後現れた地上の17号と、その17号が合体し、スーパー17号が生まれるのですが、もしこの強くなった17号からスーパー17号が生まれたら、あなたは強いスーパー17号だ。とんでもない強さになってしまいます。2人の17号を引き合わせるのは危険です。先にドミグラの洗脳を解かなければ。何をしてる。早く来い、早く来い、早く来い。俺と一つになるのだ。見つけた。なんだ、一体どこへ。すぐに追ってください。He ran like a bitch. お前は俺、俺はお前、一つになるのだ。スーパー17号が誕生してしまいました。とんでもない強さを感じます。さっきの礼をさせてもらうか。
やってくれたじゃねえか。ゴッグさんの力を合わせてスーパーゼルナードを倒してください。それでこの歴史を歪みはなくなりません。この程度とは期待外れ。こいつはちょっと歓迎が甘いんじゃねえか。またあのおかしな穴のせいで取り逃がしちまったな。おめえまたどっか行くのか。また世話になっちまった。この借りはいつか返さねえとな。ワームホールがスーパー17号まで吸い込んでしまうとは、これは偶然ではないでしょうね。ドミグラの狙いはおそらく、ベビーとスーパー17号の2人を使って大きな歴史の改変を引き起こすことだったんでしょうね。これ以上歴史の改変を大きくするわけにはいかないわ。次が最後のチャンスだと思って気合い入れなさいよ。はい。その前にちょっとお茶でも飲みますか。She wants some tea. All right, awesome. So Kalina doesn't have any more for Supreme Kai of Time, does it? So does that mean Trunks does?Yeah. No? Supreme Kai of Time? Maybe? Yeah? Maybe? Huh? Maybe? 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 Konnichiwa. Oh, that's it. So, on that note, I do appreciate you for watching. This was very interesting and short at the same token, because that's all the time patrols I know about. Thanks for investigating. You did great. So we're probably going to have to wait for more DLC content to come out to be able to continue on and whatnot. So I'd like to thank you from the bottom of my heart. This is Pluto Killer, and I'm out.